日本の九州地方にある佐賀をご存知ですか？東京から佐賀までは飛行機で2時間30分、大阪からは福岡空港まで1時間30分、福岡空港から佐賀駅まで約45分のトータル2時間15分ほど。日本の五大都市の一つと言われる福岡からはたったの45分で到着できてしまう佐賀県です。佐賀の良いところは何といっても自然が多く、古き良き日本をたくさん感じられるところです。温泉や神社、田んぼなどの自然に加えて、佐賀牛や呼子のイカはとっても美味。東京や大阪に比べて5分の1ほどの安い金額で食べられるのも魅力的。また佐賀県は日本で唯一熱気球の国際的なフェスティバルが実施されている県ということを知っていましたか？河川敷を背景にたくさん浮かぶ熱気球は圧巻の一言だから、今佐賀での日本留学を選ぶ人が増えています。なぜかというと、物価が安くて勉強に集中できる環境が整っているからなんです。スーパーなどで買える食品の値段は変わりませんが、冒頭でお話しした佐賀牛や呼子のイカなどの新鮮な食材を安く堪能できるのはもちろん、なんといっても家賃が安くて住みやすいんです。アルバイトに追われず日本語をじっくり勉強したい、大自然の中地元の人たちに馴染んで日本留学を満喫したい、こんな人たちが世界中から集まってくるのがヒューマンアカデミー日本語学校佐賀校です。古き良き佐賀であなたの日本留学をスタートさせませんか？ヒューマンアカデミー日本語学校佐賀校は佐賀県の中心である佐賀市にあります。校舎は日本初のバルーンミュージアム内にあります。この校舎は建てられたばかりでとても綺麗、安心して勉強に集中できる環境です。また佐賀校の学生は自転車での通学が基本ですので、駐輪場も完備、交通費の負担がないのが嬉しいですね。日本の五大都市と言われるうちの一つである福岡県まで電車で約45分と近くにあることも魅力です。平日は佐賀の静かな環境で集中して勉強に打ち込むことができます。また土日は福岡に繰り出して都会の雰囲気を味わうことができます。古き良き佐賀と都会を同時に楽しめる最高のロケーションです。古き良き佐賀県で地元の人たちと交流をしながら学ぶ日本留学、わがままなあなただけの日本留学で最高の体験を経験してみませんか？